メジャーリーグのアストロズに所属する青木宣親選手が日米通算2000本安打を達成しました。ヒューストンで行われたエンゼルス戦で、青木選手は4回と6回にヒットを放ち、日米通算2000本安打を成し遂げました。